ちゃん、ガチャ。さてさてさて。いちごだよ。いちごだよ。なんかの尻尾だよ。いちごだよ。ネギだよ。里芋だよ。みかんぞとか。ルッコラとかね。これルッコラ。ポリン。食べちゃう。お、カメムシさん。ちょっとどいてね。ほら。みかん抱いたんだね。そこ、サラダなんだけど。座っちゃうの？座っちゃうの？クレソンだよ。雑草のように見えるけど、実はクレソンがいっぱい。雑草の代わりにな。ほら、クレソン。ペネルさん、さつまいも、公園側にじゃん、つるがえし、の代わりってことね。つるがえしの手間いらず。人参さん、何気にいろんなとこでいるんだよ。みょうがもまだ出てきています。わかるかな。アスパラでしょ。こっちが紫アスパラ、左が緑のアスパラ。レモンバーメン納豆、うん、もうね一緒に植えてる。なんだっけ、ステビアが冬で休眠中です。これになっちゃった。ルコラちゃん、ここもね、サラダとかラディッシュとか水前寺な半玉こぼれ種で育ってるナスタチウムとかセロリー、かわいいね。こんな感じで雑草を自分のにとって都合のいいものに置き換える。ここはミントとかね。それで主役よりも大きくなったらちょっと切っちゃう。主役を邪魔しないようにして育ててます。鳥紫ね、元気なのよ。じゃあここにウコンがあって、手前に刺し目したイチジク、ベルベットセージはモロヘイヤがね、支柱になってるの。モロヘイヤ葉っぱ落ちたけど、すごくしっかりした茎がいるから、こうわかる？紐で結んで支柱になってます。これね、葉っぱちょいちょい切っちゃったけど、ネムの木